マーサ21プレゼンツ、心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。大きくなったら何になりたいですか？ダスビン。ジオニーシーにいたらさ、魔法のジェスチャーに乗ったらくるくる回りたい。じゃあディズニーランドもよく行かれる？あ、行ってます。ディズニーランドとディズニーシーをちょうど1ヶ月ぐらい前に行きましたかね。家族の夢、東京に行くのは大変なんでディズニーランドを岐阜に持ってきたいですねお姉ちゃんと一緒に暮らしますってことかな。お姉ちゃんのどんなところが好きですか？お顔、美人だから。どっかお出かけしたいですか？はいどこにお出かけしたいですか？ここのマーサー、楽しいから。ポケモンマスター、ポケモン好きやで。ポケモンいっぱい捕まえる。ウータはアンパンマンだって可愛いから。お歌が上手って言ったからアンパンマンの歌を歌ってください。ちょうどおしゃなりだ、みんなのためにあきこ歌まてかたむらきじゃ。大工さんです。ブロックで車が作るのが楽しいからです。何を建てたいですか？綺麗なお家、茶色のドアで白色の屋根が分かんない。大きくなったら何になりたいですか？パドラー。白バイ、うん、白バイに乗りたいですって。乗りたいです。白バイのどんなところがかっこいいの？速いとこ。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週のイチオシ、今回はマーサ南館1階の寿司処ジンゴロウです。一押しは海鮮ひなちらし。3月といえばひな祭り、ジンゴロウオリジナル海鮮ひなちらしを食卓にいかがでしょうか。マグロ、サーモン、エビ、イクラ、カニ、具が盛りだくさんです。ご予約お待ちしております。次回の収録は2月25日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。